中国駐車鎮魂司法記者車両古墳有原工師は中華人民共和国三等省鎮魂市にある鉄道車両の設計、製作を行う企業中国駐車グループに属する鎮魂司法記者車両は中華人民共和国の副省級市である鎮魂市にありその前身は司法記者車両所でドイツによって1902年に創設された 今日までに開発製造をされた機関車は60種類以上、客車は200種類以上に上る。現在では高速鉄道車両や地下鉄車両などの電車を主に中国国鉄や北京地下鉄向けに開発製造する企業である。多くの鉄道関連技術の開発と生産の記録を持ち、旧鉄道部が定める6つの 鉄道インフラ近代化重点協力企業の一つであり、三島省の136個の重点企業と、賃貸市の重況企業の一つである。賃貸市法はトゲコーナーだと市法に生産拠点を持ち、子会社として、賃貸市法客車修理古墳有限講師、賃貸市法鉄路運輸設備総廃古墳有限講師、賃貸市法、法とへ進む鉄路運輸設備有限講師等を持つ。 中国高速鉄道 CRH2 型電車中国高速鉄道 CRH380A 型電車中国高速鉄道 CR400AF 型電車川崎重工業との技術提携を受けて研究開発製造に着手し2007年より中国鉄道部に納車を開始年間の生産能力は1600両ほどで中国国内のシェアは 約40%と言われている。甲州地下鉄04型電車北京地下鉄 SFM40 型電車シンガポール地下鉄 C151A 型電車北京オリンピック開催決定に伴い北京地下鉄のネットワーク更新拡張が求められる中で2003年より地下鉄市場への参入を果たす。ありがとうございます。